外して、今マスク取ったらやばいよ やばいよ。アイドル以前に女の子としてちょっとねやばい姿になってしまうので、どっちの鼻にティッシュを詰めてるかはご想像にお任せいたします。今だから、まあね、でもねマスクしてるからさ、マスク取ってよってみんなね言ってくれるからね、取れないんだよっていうその明確な理由をね提示しておこうと思って。もうでもねやっぱ鼻水止まんないですね。うん、高級そうなマスク、安かったで、薬局でね売ってた7枚入りで、サイズがね大きいんです。今ちょうどマスクしたから大きいなんです。ででん、そう、なんか大きいマスクが欲しくて、そうこれ買ってみた。詰めてはいるので、そうねちょっとしばらくこのスタイルがもしかしたらショールームで続くかもしれないんですけれどもでもさ、このマスクの世の中ってさ、あるよね、なんか今の大西にとっては便利っちゃ便利よね。外出中もねいるときはなんとかなるからそう、これが一番今の自分にとって楽なスタイル。なのでオーディションの鼻詰まりが取れるまでぜひ大西のマスク姿を楽しんでいただけたらなと思います。失礼いたします。本当ね、垂れてきちゃうんだよね。そう。マスクの色も可愛いね。ベージュもね、案外いいねって思った。なんかさ、このコロナとかがさ流行る前とかはさ、色付きのマスクなんてっていう習慣あったよね。習慣っていうかそういう流れあったよね。大西が黒マスクをし始めた時のショールームのコメント欄を思い出すわフ今はねめちゃめちゃ普通になったよね。ね、色ついてるのばっか。ねえ、待って、ね、そう。黒はヤンキーのイメージでした。でもね、黒マスクがね、一番漏れるんですよ。マスクしてて。そう、顔がね、痩せて見えるんですよ、黒マスクは。だから、いいんですよ。めちゃめちゃヤンキーだって言われてたけど、あの時、うん、鼻からダイヤモンドが出てきちゃう
うーちょっとお待ちね。本当もう。ピエンだわ。でちょっとねこのマスク越しで申し訳ないんですけれども昨日ね発表がありましたがなんと次の舞台が決まりました。やったねー。そう、いい報告が一つできてよかったです。そう、三国無双皆さん知ってますか？すごい有名なね作品ですが、そう、私は今回は小京役を務めさせていただきます。そう、私これのね前作はあの見に行ってて、そう、なんでかっていうとですね、あの元チームメイトのね京都府代表の太田奈緒ちゃんがこれ出てたんですよ、この舞台に。で、もうそのゲネプロの時に見に行かせていただいて、で今回出演させていただくってなって、誰やろうって思ったら、そう、前にそのなおがやってた役を今回は大西がやらせていただくことになったので、そう、びっくり、見てた側やのに自分がまさかその役で出ることになるなんてっていう、そう感じなんですけど、そう出演させていただくことになりました。嬉しいですね。もにしもあの三国志というか、あのそもそもあの歴史がすごく苦手な人間で、あこっちゃと思ったんですけど、まあ、ちょっとずつ勉強しててそのお話の。そう、三国無双まだ前半らへんしか勉強できてないんですけどそう、あのその恩師が務めさせていただく小京っていう役はすごく美人の姉妹なのかな。で、そう、周遊っていう方の奥さんの役です。うん、むちゃんもゲームやるしかって、ゲームやってるやってる、そう、決まってからねちょっとずつ進めてます今ゲームを。そう、
ちょっとあの三国志とか詳しい方ぜひあのよかったらインスタの DM とかでおじいちょっと分かりやすくちょっと噛み砕いてあの教えてくれたらものすごく嬉しいですこうなかなかね勉強してるんですけどなかなかね難しくて、ぜひお時間ある方はうん鼻がやばいお願いいたします。あの人が天才っていうのは知った、名前何やったっけ、劉備みたいな人何やったっけ、3つのやつがあってそれの緑のところの人がもうすごい天才だったよって そうなんですっていうぐらいの本数の西ちょっと本当やばいから今頑張って勉強してるんですけど、緑の一番上の人はすごい人柄が良くて、でもうその緑の軍の中の人にこの人は天才だって言われる人が一人いて、ほんでその緑の人の一番上がすごくいい人で、その人柄についていく人が多いみたいな、うんそうなんですよ。あ、そう、劉備って人が天才なんだ。以上でございます。あれ劉備は天才じゃない、劉備がすごい好かれる人のやったっけ、あそうだ、それ劉備って人が一番上の人だ、あーもう難しい、劉備って人が一番なんかすごいね優しい人で、その人についていく人が多くて、でそう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 、西は何軍か分かってますか、西は赤いところです、青いところと赤いところと緑のところがあって、西は赤いところの人です。はい、優しい人が緑って、あのねこれは軍団なのよ、軍団っていうかグループが AKB、 いやそうそう、ね例えば赤いグループが A、 緑のところが K、 青いところが B やとしたら、大西はチーム A です。そうチーム K の人がすごい優しくてっていう感じです。そう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 、 AKB に例えるとね、大西はチーム A の、なんか心配になってきて、今ちょっとほんまに毎日ちょっとずつ勉強してるんですけど、こうなかなか難しくてね。天才はどこって、天才は緑、
天才は天才とめちゃめちゃ優しい人は緑。いいね。なのでちょっと頑張って勉強するので皆さんもぜひよかったら三国志とか詳しい方はぜひ送ってきてくれたら嬉しいです。旦那さんも結構天才なのよ。あ、そうなんだ。大西はすごい天真爛漫でなんか戦いをなんて言うやろ、なんかすごいんです調べてみたらすごいなんかすごいんです。戦場の場を戦場の場と思ってないからすごいだから逆に強いみたいななんかって書いてあった。表記で調べたらもう15分経ったかな。ちょっと虫も鼻水もちょっと少々限界なのでランキングの方読んでいこうかな。目がかゆいのはね目薬でだいぶ収まったの。目もめっちゃかゆかってんけどさだいぶマシ。あと鼻やな。ということでですねランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギアットマークももちゃみさんありがとうございます。イエイ。そして2位がカッキアットマークおにしぐんさんありがとうございます。イエイ。そして3位がカホアットマークニコニコニコさんありがとうございます。イエイ。そして4位がキノジーさんありがとうございます。イエイ。そして5位が、KITT さんありがとうございます。イエイ。そして6位がエセラとマーク大西軍さんありがとうございます。イエイ。そして7位がコーヒーレンさんありがとうございます。イエイ。そして8位がマツさんありがとうございます。イエイ。そして9位が、里丸とマーク大西軍さんありがとうございます。イエイ。そして10位がのむのむさんありがとうございます。イエイ。そして11位がとちえいよさんありがとうございます。イエイ。そして12位が、メイプルリーフさんありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が熱湯さんありがとうございました。イエイ。ありがとう。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもやっぱりそこはせーの甘い色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西ももかでした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ではまたね。バイバイ。ありがとうございました。バイバーイ。